こんにちは、コナログアウトドアです。今回はこちらのエブリィでカーサイドタープの方を張っていこうと思います。今回使用する道具はこちらです。まずはこちらのタープ、メーカーは AKA スーム、赤スームっていうんですかね、ちょっと読み方わからないんですけど、こちらの S サイズです。このサイズなんですけど220×240cm ということになってます。はい、そしてこちらですね、こちらがタープを車に接続するカージョイントの方です。これはキャプテンスタックのレインガーターに挟み込むタイプのもので、取り付けは簡単ですね。そしてこちらがタープポールです。私はもう手持ちのロゴスのプッシュアップタープポールというものを持ってきました。と一応サブでこちらスノーピークのアルミポールの方も持ってきてます。まあポールもね、ちょっとタープを張ってみていろいろ試してみようと思います。そしてこちらのね、赤スームのタープなんですけども、付属品はこのタープ本体とこちらペグ、アルミペグですね、これ6本、こちらのロープも6セット付属してます。一応ロープとペグが付属してますので、あとはこのタープジョイントとボールとハンマーがあればカーサイドタープは設営できます。それではこちらの道具を使ってエブリィのカーサイドタープセッティングしていきたいと思います。まずはこちらのカージョイントの方を取り付けていきます。この金具はボディのレインガーターに接触する部分はこういう感じで厚手のビニールコーティング加工されているので傷防止になります。事前に確認したんですけど、このエブリィのレインガーターの端から端までがだいたい220ぐらいなので、今回使うタープが220×240なので、このエブリィの幅に合うようにそちらのサイズを選びました。ここにレインガーターが挟まるように、初めはねこのネジを緩めてしっかりと広げておきます。そしてレインガーターにかませて、あとはこのネジを手で締めるだけですね。タープが飛んでいかないようにしっかりと締めます。このように取り付けができました。こちらのフックにタープを引っ掛けることになります。それでは後ろの方も同じように取り付けます。こちらのネジは一応マイナスドライバーで締めることはできるんですけど、手でいっぱいいっぱいまで締める程度でも十分しっかりと固定できてますので、締めすぎず緩すぎず、これぐらいがちょうどいいかと思います。これで前後のカージョイントを取り付けてきました。非常に簡単ですね。はい、それではね、次の過程はこちらのタープをカージョイントに接続します。このタープ端のこのグロメットをフックに引っ掛けるだけです。こんな感じですね。でこちらの反対側もフックに引っ掛けます。ちょっとたるんでるんで、また後で調整はしたいと思います。このカージョイントの位置調整したんですけど、後ろはねもうこのいっぱいいっぱいまで下げてます。そして前側が、まあ、残り10センチぐらいですかね。そこまでジョイントを移動させると、こんな感じでタープはピンと張る状態です。カージョイントのフックにタープ引っ掛けるだけなので、こちら非常に簡単ですね。こちらも片側タープ立ち上げている状態なんで、反対側ポール立ててロープを張ればもう完成ですね。次はポールを立ち上げていきます。こちらのプッシュアップポールと付属のロープは使うんですけど、ちょっとペグはね、このアルミペグ、細いペグなんで
この瓦だとちょっと頼りないので、もう持ってきたね、こちらのソリステ30センチかな、これを使ってポールを立てていきたいと思います。なんかおかしいこれ、あれちょっと待ってくれよこれ。まあ案の定って感じなんですけどね、ちょっとこちらのロープなんですけど、ちょっと素材的にもちょっとチープな感じするなと思ってたんですけど、この付属のね自在金具が全然噛まないですよ。ものすごい滑るので結局外して自在結びでこのロープ張ってみました。このタープもねちょっと中華製の安物なんで、こういうこともありますねやっぱり、はい、一応ね自在金具は外してどちらもね自在結びに変えてロープポールこんな感じで立ち上げることができました。ポールの位置もうちょっと調節していきたいと思います、ロープもちょっとテンションかけてこんな感じで設営完了しました。ちょっと全体像を見ていきます。こんな感じで出来上がりました。ロープは結構テンションかけてこのカーサイドタープの方もピンピンに張ってるんですけど、若干このね真ん中がたるんでる感じはありますね。こちらの長さが240になるんですけど、余裕があればここにねもう一本ポール立てた方がええ感じに張れると思います。今地面からこのレインガーターまでの高さ測ったんですけど、だいたい170ぐらいですね。でこちらのポールもほぼ同じ高さにセッティングしてます。これで若干真ん中がたるむ感じなんで、もう一本ポール追加してみましょうかね。中から見るとこういう感じです。このジョイントとタープの間少し隙間あるので、雨が強い日なんかはねちょっとこの間から吹き込んでくるかなと思います。あとこちら真ん中のグロメットが一つ余っちゃうので、このグロメットの金具がねこの風でボディに当たってもダメなので、一応傷防止にこちらにねビニールテープ巻いてます。このタープねロープはちょっとイマイチだったんですけど、裏側シルバーコーティングされて遮光性はしっかりしてますね。これが3000円で買えるのでちょっと耐久性わからないんですけど、まあ悪くはないんじゃないかなと思います。この裏側の縫い目もこういう風にシームテープが貼られて防水性上げてるんで、生地自体耐水圧が6000ミリということなんで、まあ少々の雨でも大丈夫なのかなと思います。追加でこちらのポールも貼ってみたいと思います。スノーピークのアルミポール160か165ぐらいです。やっぱりこの真ん中のポール立てた方がたるみなくピンと貼れてますね。ここにカージョイントが
取り付けてある状態で開閉はできます。大丈夫ですね。リアのスライドドアもちょっと試してみます。今ドア開けた状態なんですけども、これぐらい隙間あるのでね、全く問題なくリアのスライドドアの開閉もできます。私も今回探り探り設営してみたんですけど、この赤スームのタープ、こちらロープがいまいちでしたね。また手持ちのパラコードに交換しようと思います。あとはポールは2本より4本使った方がテンションをかけてしっかりと張ることができます。今はちょっと曇ってるんですけど、このタープ裏シルバーコーティングされてるというだけのことがあって、しっかりとね影も作ってます。こちらカーサイドタープのいいところなんですけど、まず設営が非常に簡単ですね。そして車中泊するにしても車内の邪魔なものを外に出しておけるので、車内を広く使うことができます。またテーブルや椅子をタープ下に出しておけば、リビングとしても開放的に広々使うことができます。夏はこのタープの下にコットを出して外で寝ても気持ちいいと思います。カーサイドタープに必要な道具も安く揃えることができますし、キャンプをされる方だと手持ちの道具を使ってもいいと思います。今回はこちらエブリーのカーサイドタープのご紹介でした。冬場オープンタープは少し寒いので、小川のカーサイドシェルターなんかも試してみたいですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。コナログアウトドアでした。さよなら。